トベリ放棄におけるチョルハン殺害の様子を描いたエイリ年代奇修正の細密が1327年のトベリでの放棄は原ロシア地域におけるジョチウルスの支配に対する最初の大規模な反乱であるトベリで立ち上がった放棄軍は当時のジョチウルスの藩であるウズベク藩のいとこチョルハンを殺害するがトベリ公国と対立していたモスクワ公国軍が ジョチウルス軍と共にトベリを攻撃し、鎮圧された。1326年秋、トベリ公アレクサンドルは、ジョチウルスのウズベク藩からウラジーミル大公位を授けられた。しかしその後、ウズベク藩のいとこであるチョルハンが、多くの部下と共にトベリに来ると、アレクサンドルを館から追放し、暴力、略奪、殺人などを行った。 ロゴジュスク年代記によれば、アレクサンドルは民衆をなだめ続けていたが、1327年8月25日、チョルハンの兵が、タスクサイズド,ドコの馬を奪おうとしたことを引き金にして、暴動が広がり、集結した民衆は、ジョチウルスの兵士たち、ついには、チョルハンをも殺害したとされる。また、ニコン年代記によれば、アレクサンドルも、放棄の戦闘に立ち、 チョルハン率いる女子ウルス軍との一日に及ぶ戦闘の末、これを打ち破ったとされる。チョルハンの死を知った、ウズベクハンは激怒し、モスクワ公イバンを召喚した。モスクワ公イバンは北東、ルーシの派遣をめぐり、アレクサンドル・ラ・トベリ公と長年にわたって対立していたモスクワ公家の出身である。ウズベクハンの元に赴いたイァンは、自身がトベリを懲罰することを解き、 ウズベク藩の五人のテムニクと共にトベリ公国に侵攻した。スーズダリコアレクサンドルもまたこの軍勢に加わった。トベリ、カシンをはじめとするトベリ公国の諸都市は占領され、各地に火が放たれた。トベリ公アレクサンドルはノブゴロドを経てプスコフへと逃亡した。ロシア市場ではこの長バーツ戦争をフェオドルチュクの侵攻と呼ぶ。 トベリ放棄に橋を発するトベリ公国の衰退は、北東、ルーシュの権力バランスの再分配につながった。1328年、ウズベクハーンは、モスクワ行為番に、ウラジーミル大公意を与え、その領土にノブゴロドとコストロマを追加させた。また、スーズダリコーアレクサンドルには、ウラジーミル、ニジニノブゴロド、ゴロデツを与えた。なお、この二人の公に、 北東ルーシを分割したことは、ジョジュウルスの分割と統治政策によるものである可能性がある。ただし、1331年に、スーズダリコーアレクサンドルが死ぬと、イヴァンは、ニジニノブゴロドとゴロデツを接収し、北東ルーシにおける名手の地位を確立した。トベリ放棄後、モスクワ公イヴァンの台頭は、北東ルーシに、権力の一極化をもたらし、ジョチジウルス並びに、 ウズベク藩の影響力を減退させた。ニコン年代記は1328年にモスクワ行為版がウラジーミル大行為を得た記事の後に以下40年間ルシゼンドに大いなる平和があったと記している。ありがとうございます。